はい、こんばんは。もうすぐ2時ですけども、今日の宮本武史ですということで、もう、すごいなっていうね、もう本当に。まあこんな夜分に、聞いてくださってありがとうございますということで、まあね、まあ聞けなかったら後で YouTube でアップしますんで、よろしくお願いしますということで、まあ今日もね、本当に、いろいろ、あったみたいで、中野さん、ありがとうございます。もう、お疲れ様です。お疲れ様です。よしよしこさん、ありがとうございます。もう、はい、こんばんは。皆さん遅くなってごめんなさい。こんはい、にちもうは。2時あ、でこんすけど、ばんはもうか。2時ですけごめんなさい、本当に。ど。もう、いや、今日もはい、大変やったみすいたいまですせね。いん、ろいろあっ遅くて。なって。あ、いえいはい。えあ、どうもどうも、こんばんはでございます。いえいえ。はい。はい。はい。今日はどんなことがありましたか今日はね、夜ね。はい。にとってもとっても大きなイベントがあったんですけれども、はい。まあ、いつも通り、はい。朝の、駅での、いってらっしゃい、おはようございまはい。す、から始まったわけなんですよね。で、今日は、京阪電鉄沿線の茅島という駅にお邪魔しました。茅島。はい。はい。でですね、茅島なんですけれども、ここは日本共産党の、松尾慎二、候補。松尾慎二さん。はい。候補者の方に、と一緒に、おはようございますと。はい。あ、いおうはようごございま挨す。拶をさせていただきました。はい。はい。共に、茅島で、街頭はい。宣伝。そうなんです。はい。でね、はい。今日はね、その後、住の堂駅に行って、そこから、街頭演説をもういろんなところでかなりたくさんの箇所をやったんですけれども、なんとなんと今日も特別ゲストが、はい、誰が？国民民主党のはい。小熊慎二衆議院議員です。小熊はい。さん、これ写真出ましたけども、小熊さんが来てくださったといはい。う。そうなんです。あ、中野さん、こんばんは。遅い時間にありがとうございます。はい。小熊慎二衆議院議員が来てくださいました。でね、まあ、3箇所一緒に街頭演説をしてくださったんですけれども、すっごい3箇力が所、こもっすごいですてて、ね。はい。すごいね、もう力こもってましたね、本当に。ああ、よかったですね。もうここまで心のこもった演説をしていただけると、もうありがたいですよね。あ、もうそんなに、すごい、熱く応はい、援してくださったんですそうかなんね。です。とっても熱く応援してくださったんです。嬉しかったですよね。いや、そうですよ。もう本当最終盤ですからね。もう明日で最終日、今日もね、やっぱすごい、あれなんでね。いや、嬉しいですね。やっぱりね、こうやって、そいろいろうななんで方す。が、駆けつけてくださると。もう感謝感激です、もう本当に。そうなんですよね。はい、はい。で、
まあ、今回、今日は宮本武氏はですね、小熊衆議院議員と3か所街頭演説した後、ちょっと別の用事でですね、お昼の間抜けたんですけれども、本人いなくても、車は回りますから、誰かが宮本武氏の代わりをしないといけないわけなんですよね。そうですよね。本人は違う予定のところに行きました、スケジュールのところに行きましたので、ただし、候補者かといいますか、車は回りますので、公職選挙法で拡声器のついた車っていうか、それはきちんと届け出をしていて、表記という旗のようなものを載せているんですけども、それしか拡声器を使っちゃいけないという法律、なんかよくわからない法律なんですけれども、で、で、まあ、それは本人がいなくてもくるくる回りますから、ただ表記が載ってる以上、拡声器を使ってこういうマニフェストで頑張っていますとか、そういうことは言って回らないと、1台しか、それは権利がないですからね、選挙期間中は。そうですよね。なので、まあ、誰かが候補者の宮本武氏の代わりに喋らなくちゃいけないというのでね、それで、誰が喋るんだという話になりましてね、ええーとかなったんですけれども、もうとりあえず代わりにお話ししてくださる方も、まあ、なかなか見つからずというか、途中から葛西明衆議そうで院議すよ員、ね。これ日本共産党の葛西明衆議院議員が葛西さん、来てくださったんですけれども、なんですが、それまでいなかったので、とりあえずまあ、じゃあ秘書である私が、まあ、宮本武氏に成り代吉井わりさまんしが。て、皆様に訴えをさせていただきますということで、今日はね、3箇所は私が喋りましたと。そこに持ってい行こうと、持っていったんですね、そう話なをんね。です。いや、どうなるのかなって、この話。これどうなるのかな。どうしようかなと思ったんだけれども、ちょっといや、でも大変ですよね。恥ずかしくってなかなか言い出せなかったんですよね。何をそんな恥ずかしがるんですか。そうなんです。私がやっすたごんい、ですでよ。もね、いや、言おうそとらお疲思れ様でした、ほんったんだけど、ちょっと。と恥ずかしくなって、どう言おうかなとか思ってしまった。いや、なんか今聞いててドキドキしましたよね。いや、何言い出すんかなと思ったら、なんか、どうしよう、どうしよう、面白い。面どう白言おういですよ。か面な、白いどうですしよ、ようこれ。かな、恥ずかしいなとか思何を言ってはるんですか、別に。いや、だって、吉井さんも、国政選挙出てはりますからね、2回もね、本当に。もう、で、いちや、ょっでもと急遽忘れね、てそんたんな、ですでもけ大ど、変でしたよね。もう、いや、いいですね、なんかね、この、なんていうか、この、夜中になんかまったりとしてる会話って、いいと思いますね、そうなんですよ。もう、でもなんかね、全いやいや、くそう、お疲今、れ様新でした、鮮もで、う、本当ありに。がとうございます。
いや、戦争みたいなも用もんで意しすてよね、なこれ、かったんです選挙け戦ど。はで。い。あ、なの、もう、そう何もで用すよ意もね。だしてから、なかっもうたんで急す。遽、はい。考もうえな急飽きま激せんにもんね。もう急激にいきなり別の用事が入ってしまったので、これは大変だということになって、はい。でも そら、いや、そら大変ですよね。いや、はで、い。ねえ、宮本さんが訴えてることを、やっぱりそれに沿って演説せなあかんわけですもんね。そうなんです。はい。ねえ、全く吉井さんのオリジナルみたいなことを言えないですもんね、そのね。そうなんです。いやいまあ、やでいもやいや。確かに、聞いてくださってる方も、なんや、本人おらんのかっていうわけじゃなくて、ああ、吉井さんだということで、吉井さんの話が聞けてよかったとおっしゃっていあ、たそうだですか。あ、いて、はもうい、喜んでくださって、あ、もうそそうらなんそうでですよ。す。そうやと思いますよ。よかったよかった、もう嬉しかった、もうほっとした、ほっとした、一安心、一安いや、吉井さんもすごくね、人気ありますからね。本当に大阪中に行くぜ、心。もう有もう名嬉ですしく、から。あああ、りがとうございまへす。へへ、ああ、はい、ありがとうございます。もう今日はね、もう何年かぶりに喋りましたと。そういうことなんですね。はいや、なるほど。お疲れさまい。でね、です。はい。ありがとうございます。で、お昼ぐらいにはね、葛西彰日本共産党の衆議院議員、葛西彰さんも来てくだ葛さっ西たさん。ので、はい。話いただきました。あ、葛西さんの写真も撮ったのに。あとあ、で、これ、あ、葛西さんですこれよ。だ、これだ。あ、よかった、よかった、あ、よかった、これ、よ葛かっ西た。さはい。はい。はい。もうね、きちんとね、もうお話がね、面白かったって言うと怒られるんですけれども、オチがちゃんとついてたりして、涙あり、笑いありのね、あ、おそうで話すでした。葛西彰さんのお話は、ほのぼのとした感じだったり、それから、葛西彰さんは、大阪のお生まれなんですよね。あ、大阪なんですか、葛西さんは。はい。はい。東京大学を出ておられて、で、だからなんとなく、関東の人というイメージがあるんですけれども、そう思ってますよ。お生まれは大阪だし、で、ただ、なんていうかな、お母さんおが母さん。広島に疎開をされている時に、原爆に遭ってしまったと。それはね、ああ、そうですか。大阪でね、大阪大空襲があったりして、で、その空襲から逃れるために広島に行ったんですが、ところが、その空襲から逃れるために広島に行ったのに原爆に遭ってしまった。はい。被爆してしまったというか。大変でしたね。なんです。だからやっぱり平和に対する思いっていうのが、そう並です々ね。ならぬものありますよね。なんかそういうお話も聞かせてくださいました。だからこそそ、ういうお勉話強も頑張さられたなんくちゃいけない。はい。そういったお話そうでもすしてくださったんですよね。よ。
それで、そうです。はい、それから司法書士の、新川はい。真一先生も、新川お先生、話ししてくださった。はい。カジノはあかんというね、お話をしていただいたんですけれどもね。そうですね、カジノもね、大阪、進められてますそうなんからです。ね。もうこのままではカジノができてしまうのでね、これはもう絶対にカジノを許しちゃなりません、やっぱりね。そうですで、ね。アメリカのカジノ企業が大儲けしていくだけですので、日本は何のプラスにもなりません。なりません。ならない。でね、今日は他にも佐高誠佐高さん、さん評ね。論家、来ていただいて、宮本武と一緒に訴えをしてくださったんですけれどもね、佐高さなかなかね、ん。なんていうか、やっぱり将来を憂いておられましたね、このままではダメなんだということで、ぜひぜひ宮本武をよろしくお願いしますというお話をしてくださいました。まあ、佐高さんが来るっていうのもね、すごいことやと思うんですけどね。あんまりそうなこういうんでのは、すよね。ここに来るって、思え、ね、東京とかでよく見かけそうますけでど、す大ね。阪っていうのはね。わざわざね、東京から来てくださって、で、ねえ。やっぱり宮本武今無所属で出ているのでね、やっぱりいろいろなハードルは低くなったと思いますね。でね、これ本当笑っちゃうんですけれども、佐高誠さんと宮本武と、あとそれから弁護士の梅田庄司先生ではいはい、す梅が、田さんね。3人揃ってね、今度大阪電通大学前で学生さん相手に訴えをしたりしたという。4時10分から午後のね、4時40分の間、これが一番学生さんの通行料が多いですよというお話をね、聞きつけてというか、垂れ込みがあって、垂れ込みだって あっ垂れて、込みが。もうじゃあ、そうね、じゃあその時間にやろうということになって、今日は夕方行ってまいりました。もう今日行ってきはったんですね。梅田さんそうも。なんです。すると、大阪府知す事る選にと、もね、出てはりましたかね、そう梅田なんでさす、そうなんです。ん。府知事候補もされましたよね。で、行ってですね、学生さんとかにいっぱい歩いておられたのでね。で、宮本武サポーターのね、皆さんもわら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 と出てきていただいて、そうですか。奨学金の問題や大学の学費の問題を訴えたりして、でもうすごく盛り上がりましたね、やっぱり。そうですか。いやー。やっぱ盛学り上費のがる問んです。やっ題、ぱりね、学生さんいっぱいでそう、ね。やっぱ学費の問題は今一番ホットな話題みたいですね、全国的にやっぱも学ね。費。なるほど。学費。なんですよね。学費の問題は反響があると。そうなんです。
でね、あ、吉井さん頑張ってますねと、福島さん、竹内さんこんばんは。ありゃあ、ありがとうございます、こんばんは。はい。でね、ええ、まあそれでね、その後はですね、まあ、やったるで祭り第2弾と言いますか、やったるで祭り第何弾、第何弾になるのずっとやってますからね、そのやったるで祭りということで、あの寝屋川市駅、はい、ここにあの、はい、でまあとてもとてもあの大きな街頭演説をしたんですね、うん、もうメンバーびっくりしちゃったんですけれども、あの、もちろんあの佐高誠先生はあの、うん、このままお話しいただいて、うん、であの社民党の服部良一さんね、うん、で、それから立憲民主党のあの村上文雄衆議院議員、うん、それから自由党の日吉裕太先生、ゆうたさん、はい、はい、はい、それから日本共産党の、C 和夫委員長、委員長ね、 C さんも来られたっていうのは、ね、はい、はい、そうなんです、すごいですね、もうここでね、あの、日本共産党とかの候補者で、うん、あの、うん、街頭演説で市委員長が来られたとかなるとね、うん、あの、やっぱり市委員長は20分ぐらい取るんですよ、20分、日本共産党の街頭演説だったら、街頭演説だったら、ね、はい、違う、はい、ところがね、やっぱりあの、うん、今回無所属で出てて、あの、どこの、まあ、宮本武氏はあの日本共産党員なんですよ、あの日本共産党員、で党員は党員ですね、うんうん、そうなんです、無所属で出てるので、ね、もう皆さんね、うんうん、横並びで同じ持ち時間なんですよ、あ、もう C さんが特別っていうことでもないっていう扱いなんですね、はい、これね、はい、皆さん横並びで同じ持ち時間なんです、いや、これがいつもと違うというか、まあ、いつもと違って当たり前なんですけれども、あの、うん、私みたいにずっと日本共産党 の、うん、あの街頭演説しか知らないものというかにしてみたら、うん、あの委員長が喋ると20分ぐらいというあのイメージというか、そういう感覚があるんですけれども、はいはい、はい、委員長来て、あの、みんな横並びで、あの、8分とかね、そういう、あの、8分持ち時間っていうのは、はい、あの、すごく新鮮なんですよ。これ、あの、あ、そうなんですか。内部の人間、これ、あの、内部の人間は、にはね、あの、ほう、新鮮っていう気持ちは分かっていただけると思うんですけれども、はい。いや、そうなんですね。いや、まあ、でもね、やっぱりその大阪、だから難波とかにね、市委員長が来るって言ったら、わーっと人いっぱい来て、やっぱすごくね、あの、皆さん、もうじっと聞いてますもんね、あの、盛り上がってっていうか、うん。それが8分で終わったらね、やっぱり。みんなあの、20分ぐらい毎回喋りますでしょう、日本共産党の街頭演説で、委員長というと。そっか、うん、そうなんだということでね、あの、うん、とてもとても新鮮な気持ちでしたね。なるほどね。はい。いやいや。だって C さんもね、いや今回2、3回来てるんちゃいますかね、大阪12区補選で。そうなんですよ。うん。ねえ。そうなんです。やっぱりあの、これ、うん、市民と野党の統一候補っていうと、うん。すごい違いがあるんやなぁと思ってね。だってもうあの、うん、推薦とかね、あの、うん、そういうふうにしてくださってる、あの、他のいろいろな政党、うん、それはもう横並び当たり前ですもんね。うん、なるほど。
なぜこの日本共産党の志位委員長なんですけれどもね、もう今何回か来ているという話出ましたけれども、今日も一回喋ってますけれどもね、調子に乗って、明日も来るんですって、調子に乗ってて怒られますけど、調子ごめ乗んっなて、さい、調子乗っごてめんて、なそさい、れごめ怒んなられさまい。すよ、そんな。調子乗って、C さん、明日も、今日もね。どっか泊まってはるんですかね、もう帰りはったんですかね、一回ね。ようわからないですけど。大変ですね。そこはね、私も知らないんですけど、おわそかりらまくす。ね、そ一れはね、回あれです帰っけど。てるとしんどいんじゃないかなと、私はそう推測をしています。ほんまそうはでし帰っょうてね。たりして。C さんもすっごい忙しいですもんね。今、12補選もありますしね、そう統一なん地で方す選ね。も全国でやってますからね。東そう京ですもよね、ね。すごいことになってますから。いやー、そうなんそでれはす。もう、だからいかにね、持ち時間短くても、この大阪に何度も足を運んではる C さんのこの野党共闘のね、こう意気込みっていうか、野党共闘にかける思いっていうのはかなりやっぱ強いんやなっていうのはそう思なんいでますすけよどね。ね。いや、すごいっすね、これ。すごいですよね。いやー、もう、でもね、やっぱり今日のね、街頭演説もね、すっごい良かったですよね。もそうですか。う、でね、なんて言ったらいいかな、最近政治家の資質が問われるようなことが多いでしょう。忖そうで度すよ政ね。治であったり、データ改ざんであったり、お友達優遇であったり、で、政治家って一体、何なの？とか、そういうことが問われているので、やっぱりね、宮本武がバッジにしがみついていてはダメって、国民の皆さんがね、国民市民の皆さんが今一番苦しんでるのは何やということを考えた時にね、この市民と野党の、共闘っていうか、そういうのは今一番大事なんやっていうところがね、皆そうさでんにすこうよ。伝わって、聞いてる皆さんとね、心が一つになったっていうか、ピタッとこうはまりましたよね、今日はね、ここね。やっぱこれだけね、多くの方が連日こう応援に駆けつけてくださるっていうのもね、やっぱ本当、宮本さんのやっぱその本気っていうのがね、やっぱ伝わってるからなんじゃないのかなと思うんですけどね、やっぱり。ありがたや、もう本当に皆さんありがとうございます、もう。まあ明日はね、安倍麻生道論って言われてるね、忖度発言で問題になった、安倍さんとね、麻生さんもなんか来られるみたいでね、大阪で、なんか、その辺もちょっとそう楽なしんでみす。なんですけども。安倍麻生道路が来るんです、明日。まあ、来られるねんですえ、よね。コンビで、安倍さんと麻 生そさうなんです。ん。コンそういうビ意味ででも行っね、てもね。ねえ、そこそうで、なんです。自民党はそうなんですけども、やっぱり宮本さんの応援には、C さんがまた来て、どういうこと喋ってくれるのかなっていうのも、そこもね、注目やと思うんですけどね、やっぱりね。そうですよね。なんていうか、安倍麻生道路と言われているにもかかわらず、その2人が来るってどうなの？ それ、行く先で安倍麻生道路ですかって。ほんまになんか、ちょっと、僕らからしたらね、
どうなんていう、ほんま思いますよ、ほんまに、ほ行くんま先行くに。先で安倍麻生道路コンビが来たとか言われるけど、あんまり気にせず行くねんなっていうね。ねえ、ほんま、なんかちょっと、いや、やっぱね、国政選挙ですかね、やっぱ国民の皆さんというかね、ちょっと有権者の皆さん本当に考えてほしいなっていうのは思いますけどね。そうなんですよね。あ、福島さん、帰宅途中のサラリーマンがよく立ち止まって聞いてましたね、と。いうことみたいな、聞い今て日の、ます。やたるで祭り。ありがとうございます。ネットウォーキーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。竹井さんも、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、もう本当にね。でも、なんといってもね、今日はもうそれで大盛り上がりで終わって、それで、帰りもね、もう握手攻めがすごかったのでね、なかなかあ、そうですか。その場いをや、離れられないというかね。大変ですよね。演説終わった後ね、握手でね、回りますもんね、よく、候補者のは方ね、い、なんか。そうなで、んみんでなす声よ。かけられなたかりとなかもか、するんで、なかなかはい、ね、大変やなと思うんですそうけなど。んです。この場をお借りして、ちょっとお話がとか、それに20分は30分も、ちょっとお話しする暇はないんですが、ごめんなさいと言いながら、そうですいまよ。せん。いや、大変ですからね、これ、本当に、もう、まあ、あんま無限にもできないんでね、もう本当に皆さん申し訳ないなっていうね。もう、なんで吉井すよ。さんも大変ですよね。本当にもう、毎晩、ね、遅までっていうか、最近便利屋さんのようになっているんですけど、何でもやりますみたいな。もう吉井さんも、わ、大変ですよね、もうね。本当に。いや、もっと、皆さん大変ですもんね、選挙っていうとね。いや、もう、やっぱチーム宮本としてね、やっぱり頑張って言い張るんでね、もう吉井さんはもう、なかなか大変だと思います。みんなで頑張って、みんなで勝とうねっていうの、みんそうなでです勝ちましょうというね。ね。今日は清水正さんとね、なんかツイキャスっていうかそうなんで YouTube ですもね。なんか宮本さんとね、喋ったと。いや、それもいいなと思って、思った夜んですけ9ど。時から清水正ツイキャストーク？なんかそういうのやってたみたい。吉井さんその場にはいてはらへんかったかな、ちょっとわちょっかんとない。ね、その場にいる予定だったんですけれども、私が別の用事が入っちゃったんですよね、今日。ああ、もう大変ですよね、もうね。なんです。ちょっとここでいろいろ別の用事が入っちゃったりして、夜遅くまでかかったので、で、ちょっと今の時間になっちゃってるんです。まあ、すそういまですせね、もうね。いや、それでもね、合わせたら、ツイキャス41人、YouTube ライブで47人も方がね、もう80人以上の方が聞いてくださってるんで、ありがたいですね。このリアルタイムでね、ほんまです。ありがとうござ本当いまにす。ありがとう。ありがとうございます。と、また壁に向かって手を振る。いや、本当に。いや、こんな夜遅い誰が聞いてんのかなと思ったら意外と聞いてくだ さっ聞いててるっくだていうさっか。て、ありがとうありがとうございます。ございます。ゴボピーさん、お茶ありがとうございます。ありがとうございます。とりあえずね、明日はね、頑張ってもっと早い時間からやろうと思います。なぜ、あ、大丈夫です10か。時過ぎちゃって、
ったら何もできないはず。そうなんですよね。うん。これ。公職選挙。いやだからもう今日が最終回かなと思ったんですけども、うん、明日大丈夫ですか、ね。明日なんとか なんとか頑張って終わるなり。そうですね。もうなんか、はい、もう万が一できなかったらもう今日でごめんなさいということで、もうなんか、ね、12時過ぎたら、ね、選挙のお話は全くせず、公職選挙法に引っかかりますからね。そう。井戸端会議で井戸端会議は、ね、できるかもしれない。何色が好きですかとか、ね。そんな話しますんかいな。いやでも本当に、いや本当に大変ですよね、選挙はもう。あれ、何ですでしょうかね。もしもーし。あ、聞こえます。あ、聞こえた。音、あ、よかったです、よかったです。ブルートゥースのね、うん。あれ？はい。あ、聞こえます。イヤホン大丈夫です。うん。あ、変えましたか？あ、はい、変えた方がいい、よかったかもしれませんね、これね。変えました。はい。いや。どうも。皆さん失礼しました。いや。はい。はい。いや、何の話してたか忘れた。明日の予定ほなもうちょっと喋ってもらう。明日とか今日のね、予定。あ、そうなんですよ。もうね、今日の予定。今日の予定はですね。ちょっと画像変えます。はいはい。寝屋川市、2南町ですか？2団地のとこ。かなと思うんですけど、はい、うん、もう明日はね、とにかく数が多い、多い、最後ですからね、数が多い、はい、これね、いっぱいありますけれども、南町とか成田不動産でしょ、幸い町でしょ、次に市場のあての岡山麒麟堂なんですけれども、はいはい、麒麟堂、ここから清水忠さん乱入です。あ、市場のあてから清水忠さん、はいはい、清水忠衆議院議員です。はい、ね、昨日か一昨日ね、議員になった、はい、ね、吉井さんもどっちも秘書やってはりましたからね、清水さんも宮本さんもね、はい、うん、最初は清水正秘書だったんですよね、ええ、はい、あ、最初清水さん、その後そ今はい、宮本さんに入ってたという、そうなんですよ、はい、はいはい、でね、清水忠志、宮本武志コンビで、でそれで大東市野崎参道でしょ、野崎参道、はい、そしてですね、隅の堂ですか、次ね、隅の堂です。でこの隅の堂はね、ここがまたすごいメンバーですよ。ここからダンダンダンとやりますけれども、隅の堂駅でしょ。で次、1時に市場のあて、で、それから寝屋川市に入っていくんですけれども、まず山口二郎さん。山口二郎さん来られる。はい、
さん、森ゆう子さんも中東の、はい、はい、で、日本共産党の C 委員長、うん、森ゆう子さん、 C 委員長ですね、はい、で、無所属宮本武史、すごいですね、これ。こういう人、これ画像を変えておきましょう。すごいですよ。ぜひね、もう明日最終日なんでね、ちょっと、行ってほしいなっていうか、ね、はい、すごい、たくさんの市委員長。もういよいよ、うん、打ち上げ演説というのがありまして、ええ、打ち上げ演説は19時40分、うん、最後の最後の訴えなんですけれども、寝屋川市のアルカスホールのところの交差点、うん、ぜひぜひ皆さん、最後の最後の訴えですから、うん、お集まりいただけると嬉しいです。アルカスホール前の交差点ですね、打ち上げ式、はい、はい、これが19時40分、はい、もう吉井さんもね、当然いらっしゃると思うんで、はい、OK、最終日ですから、はい、まあ、なんかちょっと寂しいですね、とっても楽しい選挙だったので、はい、ねえ、もう明日で終わっちゃうんかなっていう感じです。そうです、うん、いや、まああっという間ですよね、でもね、もう本当に、そうですよね、あ、そう、本当にね、もう最終日もツイッターとか、あの SNS でネット拡散をね、お願いします。もうこの動画も、本当に、終わったら30分くらいでアップすると思いますんで、起きてたら拡散してほしいなと。はい。うん。明日はそれで。うん。ちょっと、吉田、そしたら、最後にちょっと一言もらって、締めてください、お願いします。はい、はい、明日はいよいよね、選挙戦最終日になります。で、拡声器を使っての、訴えは明日の午後8時で終わりになります。で、19時40分から打ち上げ演説を行いますので、皆さん寝屋川市アルカスホール前の交差点にぜひお集まりください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、そしたらまた後で拡散のほど皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。